で活動しております西本咲です。あと医学部の三上島田です。よろしくお願いします。あと5分ほどでイベントは開始しようと思いますが、前座というか、まあ、音声確認のように、今回の企画というか、全体の企画の説明をさせてもらおうと思います。こちらはみんなの食ロス革命という企画の中でこのイベントを始めました。みんなの食ロス革命とは、京都 SDGs コンソーシアムが広く関係者と協力、連携しながら、食ロスゼロ ×SDGs、誰一人、自分の方への実現に向けて取り組むプロジェクトです。その中でも、家庭からの食品ロスを削減するための意識行動改革ということで、食ロスゼロレンジャーというものを始めました。この食ロスゼロレンジャーとは、はい、食べ物をレシピ、食ロスゼロレンジャーということで、期限切れで捨ててしまう食べ物や晩ご飯の食べ残しなど、家庭からは様々な食品ロスが発生しています。その量はなんと日本から出る食品ロスの全体の約半分、まだ食べられるのに捨ててしまうなんて実にもったいない。ということで、食品ロスになってしまいそうな食べ物をレスキューするのが食ロスゼロレンジャーです。この食ロスゼロレンジャー、そして今回、小中高校生の皆さんが、先輩レンジャーの京都市、杉本節子さん、牧野さんに質問を本日ぶつけてもらおうと思っています。他にも食ロスゼロレンジャーは、ウェブで記事を発信しております。食ロスに関する知識を得て、日常生活の中でミッションを実行して、食ロスになりそうな食べ物をレスキューしてもらうというのが活動内容です。またこういうふうにレスキューミッション5つ発信しております。これに関してレスキューレポートを大募集しておりますので、ぜひ書いてみてください。ということで、5つのレスキューミッションありますが、島田くんは実践していることありますか？この中ですと、すぐに、3番ですね、すぐに食べられるものは期限の短い食品を買い、お店からレスキューというのは、割引がついてるとちょっとお得感があって、まあ、そういうので、買って、まあ、そういうのはしますね。そうですね。そういう視点からも食品ロス取り組んでみるのも楽しいかもしれないですね。楽しいです。はい、ということで3時になったので、全体始めていこうと思います。何か聞こえづらいとかあったら手を挙げてもらったりコメントしてください。では皆さん、本編楽しんでください。オンラインでお集まりいただきありがとうございます。SDGs 問答、実は今回、第4回になります。毎回いろんなゲストの方々にご参加いただきまして、いろんな方からの質問に、まあ、ああでもない、こうでもないと、答えていただきながら、それぞれのモヤモヤを解決していこうという、そんな企画になっております。本日のテーマは、食ロスゼロレンジャー、今回はですね、先輩レンジャーの方々にお集まりいただいておりまして、食品ロス削減を、どういうふうに、進めていけるか、議論を深めていきたいなと思っております。私、進行を担当させていただきます、京都大学のあたりです。声だけの出演になりますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。で、今日はですね、たくさんの方から質問いただいておりまして、時間が許す限り、展開していきたいと思っておりますが、もし視聴されている方からもご質問がございましたら、Q&A、もしくはチャットの方に入れていっていただいても結構ですので、どうぞよろしくお願いいたします。時間内に回答できなかったものに関しましては、後日、ウェブ等の方でも紹介させていただこうと思っております。よろしくお願いいたします。それでは、早速ですけれども、まずは我々、この企画を推進するにあたりまして、ちょっと全体像の紹介をしたいなと思っております。西本咲さん、はい、京都大学のこの企画を担当している西本さんの方から、紹介いただきますので、画面そちらの方で共有いただきまして進めたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、はい、紹介
介いただきました京都大学の J コールド兄弟として活動しております西本咲です。先ほど簡単には紹介したのですが、再度紹介したいと思います。今回は食品ロスということで、私たちが取り組んでいるのが、みんなの食ロス革命という企画に取り組んでいます。こちらは京都庁 SDGs コンソーシアムが広く関係者と協力連携しながら食ロスゼロ ×SDGs 誰一人取り残さないに実現に取り組むプロジェクトです。詳しくはいくつか取り組みがあるんですけど、一つ目は中長期的な食品焼却廃棄ゼロを目指した紙作りということで、食品ゴミをリサイクルしたりする環境システムの構築に取り組んでいこうと思っています。二つ目がハートドライブとありますが、こちらは既存のフードバンク活動の強化や子ども食堂支援を通じて、食から皆さんの心が温まるような活動ができたらなと思っております。三つ目が食ロスゼロレンジャーです。こちらは家庭からの食品ロスを削減するための一行動改革となっております。この最後の食ロスゼロレンジャーについてもう少し詳しく説明したいと思います。こちら食べ物のレシピを食ロスゼロレンジャーということで、期限切れで捨ててしまう食べ物や晩ご飯の食べ残しなど、家庭からさまざまな食品ロスが発生しています。その量はなんと食ロス全体の約半分です。この状況を打破するために食ロスになってしまいそうな食べ物をレスキューするのが食ロスゼロレンジャーです。と食べ物に感謝する気持ちを持って食品食べ物をレスキューしていってほしいなと思っています。と具体的にはとウェブ記事で食品ロスについての知識を発信しております。こちらはとても分かりやすい文章で、小学生でも分かりやすいように発信しているので、皆さんぜひ検索して読んでみてください。ここで得たレスキューの種という知識を使って、日常生活の中で食ロスレスキューミッションを実行してください。そしてたくさんの食べ物をレスキューして無駄になる食べ物を減らしていこうということが活動内容です。その中でも今日は小中高校生の方々にこのイベントに参加してもらって、活動する中でモヤモヤしてることだったり、どうしたらいいんだろうと思っていることを先輩レンジャーのお三方にぶつけてもらおうと思っています。以上が私からの説明になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。また、途中でもですね、もしかしたら出ていただくかもしれません。それでは、今から、食ロスゼロレンジャー、先輩レンジャーの皆様にお集まりいただいておりますので、少し自己紹介も含めまして、お話を伺っていきたいと思います。まず、本日は、十分に、距離を取り、3密を避けながら、京都大学の方にも、お二人の先輩レンジャーにお越しいただいております。まずは、門川大作教頭市長から少し自己紹介もあれなんですけれども、この企画に寄せての思い、それから、現状いろいろ大変な状況があったと思いますので、一言いただければと思います。はい、教頭市長の門川大作です。先輩レンジャーですか。先輩大作頑張ります。ありがとうございます。子どもの日、子どもの健やかな成長を祝い、また子どもの人権を保障していこう、そしてすべての子どもが健やかに育っていただけるように、まさに、誰一人取り残さない SDGs の理念そのものだなと、こういう日にやっていただけると嬉しく思っています。子どもの日こそ、環境問題を考える、そういう日にしていきたいなと。子どもの日イコール子どもが、また未来の子どもたちがこの素晴らしい地球環境を享受できて、みんなが幸せになる、こんな日にしていきたいなと、そんなことを思ってます。そんな中で今日は、4回目ということで、食品ロスの問題を取り上げていただいてます。同時に食品ロスを徹底してなくしていこう、同時にこの豊かな社会と言われてますけど、そんな中で日本でも食に十分ありつけてない子どもたちが多い、世界を見たときに本当に厳しい危機的な状況にある。さらにコロナ禍の下で
誰一人取り残さないという理念のもとにみんなで頑張ってるわけですけど、取り残されてる人がより取り残されてる、こんな孤独、孤立、貧困、格差、さまざまな社会的課題が顕在化し、また加速化しています。その時に食品ロスをなくしていくという課題にしっかりと視点を当てながら、環境問題、実は、間もなく11日になりますけど、5月11日が京都市が、IPCC 総会、パリ協定実行のための IPCC 総会で、その場で、関連事業を行い、京都大学の前総長山際先生らと一緒になって2050年 CO2 ゼロ宣言を行った日から間もなく2年が経ちます。おかげさんで、世界日本中でそれが広がり、また政府の方針としても菅総理が、昨年の10月に、日本の方針として2050年ゼロをおっしゃいました。そして、アメリカで、バイデン政権が発足して直ちに2050年ゼロを宣言された。大きなうねりは京都市から始まったと言っても過言ではないと。しかしこれを実行していくのは大変なことです。今日は食品ロスという視点からも2050年 CO2 ゼロに向けた取り組み、この今日のレンジャーの皆さんは人生真っ最中っていう30年後、私はもう多分、100歳になってますけど、それでも天国からよかったなと、極楽浄土からよかったなと思えるように頑張りたいと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。続きましても会場にお越しいただいております、牧野会長から、一言お願いできますでしょうか。京都府、飲食業生活衛生労働組合、理事長をしております牧野です。今市長が言われましたように、SDGs という問題、国際的なあれというんですが、現場の私たちとしては、何ができるかといえば今日、課題の食べ残しゼロ、食物レンジャー、都市と言ってますけど、先輩として、現場を預かる者としていろいろ質問にお答えしていきたいと思っております。昔からですね、僕たちの世代はやっぱりもったいないという言葉で、食べ残しをしないというのは子供の頃からそういうあれは教わってきたんですけど、実際、どんどん世の中が変わってきまして、今廃棄、される食べ物がすごい多いというのは、世間で見ても感じておりますし、ただ私たち職場の恩としてはやっぱり、基本的には特に私たちの組合は小さなお店も多いんですので、食べ残しロスを多くするとやっぱり経費がかさんでしまって、実際問題として私たち小さなお店としては食ロスというのはほとんど、自分のお店もそうですけど、出してない現状はあるのです。出ないとやっぱりお店が、そんな大型店 のスーパーのロスとか、コンビニで出るようなロスとか、そういうことは私たち小さなお店としては、基本的にはできない。そうするともうみんな赤字になっちゃうんで、隅から隅まで、仕入れたものはお客さんに美味しく食べてもらうというのが、基本に思っております。今日はだからそういう視点では、すごいお答えはできると思いますので、いい答えがいろいろできるかなと思って、たくさんの質問を皆さんの本当に素直な質問を素直にお答えしようと思って今日はやってまいりました。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。続きまして、今ですね、ちょうどバックに奥野さんが見えているのでしょうか。はい、ありがとうございます。杉本節子レンジャーでございます。
節子さん、お願いします。もしこちらで画面共有した方が良ければいたします。はい、こんにちは、門川市長こんにちは。あ、ご無沙汰してます。ご無沙汰しております。牧野理事長も本日よろしくお願いいたします。今日は私は私の生まれ育った家であり、私の仕事場でもある京町屋杉本家住宅のお台所からリモートで参加をさせていただいています。京都大学の方にちょっと同席ができなくって残念なんですけれども、申し訳ありません。どうぞお許しください。それでは私の自己紹介を少ししていきたいと思うんですけれども、で私は今言ったように京町屋というものを守るという仕事を持つことと同時に料理研究家という仕事もしています。で先にこの料理研究家ということの仕事についてお話ししたいんですけれども、今はネットですとかさまざまなところでお料理の作り方レシピなどはすぐに見ることができると思うんですけれども、私は例えば NHK の今日の料理というテレビ番組でお料理を紹介したり、そのテキストでテレビで紹介しているものをこういう写真とか作り方などで紹介をしているという、まあ、そういう仕事をしていたりします。でそれではちょっと資料を共有をしていきたいと思うんですけれども、町屋ということについて少し、ご紹介を先にしたいと思っています。まずこの京町屋ということなんですけれども、今皆さんは資料を見ていただいていますか？あ、そうですね、はい、ありがとうございます。で、この京町屋なんですけれども、今この私がいる台所の、表構えというのが一番左の、写真です。杉本家住宅といいまして、明治今ここ30年築って書いてますが、明治3年に建てられた、建築なんですね。私としたことがちょっとゼロ一つ多くつけすぎてしまったんですけれども、この町屋は、建てられてから今年で151年を迎えるという、まあ、非常に、まあ、古い、建物です。で、どこにあるかって言いますと、下京区にあるんですけれども、市場から今、はい、非常に今にぎやかな町中すぐ近くに、あります。で、この場所には私の家のご先祖さんが江戸時代に呉服商を、着物を売る仕事ですね、それを商売にしていた254年前から今この建物があるこの場所に、ま、ずっといるわけなんですけれども、でその真ん中にある写真はその呉服商をしていた時の看板です。今日、食レスゼロレンジャーで見てくださってる皆さんは、今はもう時代劇という、昔のお侍さんやちょんまげをつけた人とか日本髪を言った女の人が出てくる、ドラマなどはあまり見る機会がないかもしれませんけれども、イメージとしてはちょうど、時代の感じですね。でその時代にこういう、看板を上げて着物を売っていました。で右の写真は庭の写真です。京町屋には坪庭と言われるような小さな空間に、木や草を植えた、庭というのがあるんですけれども、まあ、そうしたものを、備えている、まあ、昔ながらの、京都の町中にある、住まい木造住宅です。はい、では次に移りまして、次の資料の方を見ていただきますと、でこの町屋の暮らし、いわゆる暮らしの文化という側面でこの町屋の中でどんな文化が
継承されているかというのがこの写真なんですけれども、四季折々の年中行事というのがあります。まず右上がお正月の時の、部屋の飾り付けですね。真ん中に置いているのは、カルタです。おめでたい日には、そこに見るような赤い毛線ですね、敷物を敷いて、パッと明るく、晴れやかなそういう様子を部屋の中に作るわけなんですけれども、その下が、3月3日のおひなさんの、お人形の飾りです。でそして、左上の、角っこの写真を見てください。先ほど、門川市長の方からお話もありましたように、今日は、5月5日の端午の節句ですね。で、これが、私のうちに伝わっている、端午の節句のお人形の、数々で、それを飾っている様子です。でそして、真ん中の写真の一番上ですけれども、これは祇園祭りの、写真です。で、この私が生まれ育った、この建物のある下京区矢田町という町は、祇園祭りの時に白河山という山を出す町なんですね。で、その時の様子なんですけれども、で皆さんの地域にも、お祭りっていうのがあると思います。でも今はコロナで、去年も祇園祭りは巡行がなくなって、で今年ももう中止だという、ことでとっても残念なんですけれども、この祭りっていうのは、一年中の中で、一番、心がウキウキとして、盛り上がる、本当に大切な時間を過ごす、行事ということに、なります。こうしたことが一年の四季折々にいろんな行事が巡ってくることで、暮らしの中にメリハリっていうんですかね、普段何もしてない日もあればとっても心が浮き立つ楽しい日もあるということで、一年中が退屈でなくこう過ごせていくっていうことがあると思います。ですから今はコロナでとっても我慢しなくちゃいけないので、でももう一息だなと思いながら、来年の祭りを今楽しみに思い描いているところです。でなので、その祭りがなくなってしまうということで、そういう、暮らしの文化というのも、こう伝えにくいというのかな、やりにくくなっているなっていうことも私は少し、食品ロスと同時にちょっと心配しているところでもあります。次の資料をお願いします。で、次の資料はですね、その年中行事には必ずこの時にはこういうものを食べるよねっていう決まった食材とかお料理っていうのがあるんですね。で私はその町屋を守っていくということと同時に料理研究家という仕事の中ではこの伝統的な昔からずっと食べられてきた晴れの行事に必ず食べるお料理献立ということも残そうというふうにしているんですね。一番右は皆さんもパッと見ればもうすぐ分かるお正月の白味噌のお雑煮です。でそしてその隣が、お重箱に入れたおせち料理、お正月のお料理ですね。でそして一番左は、ちょっとこう、写真が全部写ってませんけれども、おひなさんの時には、ばら寿司って言って、一般的にはちらし寿司って言うんでしょうか。そうした、お寿司を作って食べたり、でそして真ん中は祇園祭りの時ですね、お祭りでおめでたいのでお赤飯を食べたり、それからサバ寿司を作って食べたり、します。で、こうしたことを私は、残すべく、活動をしているんですけれども、で、今日はその食品ロスのことということで、この台所から私は今お話ししているんですけれども、この後ろに見えているのが、台所の、かまどなんですね。で資料も次のページ行ってください。写真でもう少し背景よりか分かりやすい写真だと思います。で、この台所はかまど、京都でおくどさんと言いますけれども、薪を炊く、実際に火をくべてですね、で、お湯を沸かしたりご飯を炊いたり煮物を作ったりということを、していた場所なんですけれども、
まさに私の後ろに今この写真の真ん中と、右に出ている、黒いレンガで作られたお堂さんというのが、残されているんですね。でこの建物は明治3年に建てられているんですけれども、まあ、江戸時代の終わりから明治時代にかけて、まあ、この家は私の先祖の家族と、店の人たち一緒に、寝起きして食事もしていたんですけれども、その当時には二十数人ぐらいの人がいました。ですからその二十数人分の朝昼晩日に3食のご飯ごしらえ支度っていうのをこの台所でしていたんですね。で江戸時代明治時代その昔まだ電気が通っていない時代っていうのは冷蔵庫っていうのはありません。でですけれども四角い木の箱に氷を入れて、まあ、冷蔵庫代わりにしていたというようなこともあります。ちょっと見にくいですけれども、この箱の下にその昔ながらの冷蔵庫が今残されています。で、最も今、この、おこどさんで実際に、火を、薪をくべて、お料理しているかというとそうではないんです。一箇所だけ今、湯気が上がっている写真が右にありますけれども、ガス火で、このように、羽釜という、ご飯を炊く用の、釜をはめて、ご飯を炊くということは、たまにあるんですけれども、まあ、今、私が生まれ育った中では、お料理するときはガスですし、もちろん電子レンジも使います。で、食べ物を保存するときには冷蔵庫も使っている、まあそういう暮らしがあるのが今この台所っていうことですね。でそれで今日その食品ロスということで私がぜひお話ししたいと思っているのが次の資料に出てきます。で私のこの生まれ育った家っていうのは江戸時代にご先祖さんが着物を売る呉服を商売とする人たちだったわけですけれども、その毎日の暮らしにはいろいろ決まり事がありまして、それを帳面に書き留めていたんですね。でこれは今から180年ほど前に書かれた帳面なんですけれども、その中には食べ物の習わしですね、毎日どんなものを食べていくのかということが書かれているんですね。でちょうど、これ、まあ、最中覚えというふうに、読む、まあ、表紙に書かれている帳面です。私たちは最中覚えと読んでいる、帳面なんですけれども、で、そこにはですね、文字にしていますけれども、毎日の食事について朝と晩ご飯はお茶漬けとお漬物だけなんですね。朝夕茶漬け、でそしてお昼は一汁一菜というふうに書いてあります。でこの一汁一菜っていうのは、ご飯とお漬物っていうのは必ずあるんですけれども、それにおつゆが一つ、それからおかずが一つついている。まあ、それをお膳の上に置けば、器が4つですね、ご飯とお漬物からおつゆとおかずっていう、まあ、そういう非常に今私たちの暮らしから思うとおかずもたった1品でなんかちょびっとしかないやんっていうような、まあ、そういうふうな食事というのが常でした。で、まあ、江戸時代っていうのは、まあ、これも歴史でお勉強されている方もピンとくると思いますけれども、士農工商っていう、まあ、4つの身分があって、まあ、それぞれの人たちが、それぞれの、まあ、自分たちの、仕事とか、まあ、そして人としての、まあ、いろいろな心得事を、する中では、まあ、できるだけ贅沢を慎んで、贅沢をしないようにして、質素に暮らしていくという、まあ、そういう、心がけというのが暮らしの中にはあったんですね。で、まあ、そうした中で、次の、資料ですね、この一汁一菜の菜というものというのが、まあ、いわゆるそのおかずで、まあ、今この写真にこう、次の次ですね、この最後の
ページまで行っていただきましょうかね。次のページまでお願い。はい、でこの菜というのがですね、いわゆるおかずです。で、京都では京都の普段のおかずのことを、まあ、おばんざいという言い方を、します、まあ、して、まあ、するようになっています。で、まあ、この言葉はどうでしょうかね、まあ、聞けばおかずですね、まあ、煮物などのおかずを思い浮かべる人が多いかもしれませんけれども、あまり、美しく飾り立てしすぎないような、普段の何気ない、おかずというような感じで、思ってくださるといいかなと思います。で、特に、その京都の、この商家といいますかね、商売していたお家にはやはりその江戸時代からの、贅沢をしないで、暮らしていこうというような、まあ、そういう、心がけというのが、まあ、ずっと、つながってきています。で、まあ、そこにはですね、その江戸時代と今この令和の時代というのはいろいろなその便利さなんていうことも全く違って、私たちとっても便利で、そして物も食べ物も豊かな中にいるわけなんですけれども、その江戸時代の暮らしの中にはですね、その今私たちが抱えている食品ロスっていう問題をこう解決していくっていうのかな、防いでいくっていう何かヒントっていうものが、あるんじゃないかなっていうふうに私は、思っているんですね。で、そうしたことの具体的なことが、まあ、例えば、まあ、食材も、端っこまで、うまくきちんと使い切りましょうねとか、まあ、どこまでが食べられるところで、どこまでが本当に、まあ、食べられない部分なのかっていうような見極めというようなことも、まあ、そうした昔の人たちの暮らしからは、ヒントとして受け止めることができるんじゃないかなというふうに思っています。で、このあと、食品ゼロレンジャーの皆さんからの、ご質問に、そういうことを当てはめながらお答えできたらいいかなというふうに思っています。よろしくお願いします。ちょっと長くなりました。ありがとうございました。すごくもう京都からこんな先輩レンジャーがおられることをもう大変誇りに思いました。お恥ずかしいです。ありがとうございます。ですね、実は、まあ、この問答、環境省 の小泉大臣からもメッセージをいただいておりましたが、今日は環境省を代表しまして、小泉大臣を近くで支えておられます、土井さんにもお入りいただいております。土井さんも、自己紹介と合わせてスライドもこちらで流せるようになってますので、ご指示いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。私は環境省で廃棄物の行政を担当しております土井と申します。本日は参加できまして大変光栄に思っております。私からは3点まず申し上げたいと思います。まず1点目といたしましては、この SDGs 問答ということで、ございますが、食ロスはまさしく SDGs を考える際の適例といいましょうか、非常に良い例だと思いまして、17あるゴールのうちのほぼ全てに関係するというものだと思いますので、これをよくよく考えていくことは SDGs をよく考え達成していくという入口になるというふうに考えます。2点目といたしましては、この食品の話は非常に身近なものでもあるんですけども、日本全国また世界全体という形で、いろんなものにつながっているということがありますので、想像の力を広げて、どういう対策を取るべきなのか、またその効果はどうなのかということを考えやすい、そういった素材だというふうに思います。で、3つ目といたしましては、すいません、資料の2枚目を出していただけると大変助かるんですが、はい、よく食ロスという話で、ありまして、この次ですね、だいたい年間日本でいくと600万トン発生しているというふうに言われまして、先日も環境省農水省の方から最新の値が発表になりましたけども、一体どういうふうにこの食ロスというものが
計測されているのかということをご存知の人は非常に少ないと思うんですが、実はこの写真にありますように、右上にありますが、職員の方々が家庭から集めてきたゴミをですね、手で仕分けまして、その重さを測って、これは調理くずだ、これは手つかずの食品だという形で、一生懸命 手作業で分けて、このデータをもとに対策を考えるということであります。ですので、そのこういうデータを集めること自体でも大変な労力がかかっているということでありますので、このデータをしっかり見つめて対策を取っていくということが重要だということをぜひ皆さんにご理解いただきたいというふうに思っています。本日はさまざまな質問が寄せられているというふうに聞いておりますので、なるべく分かりやすく回答していきたいというふうに思っております。本日はよろしくお願いいたします。はい、土井さんありがとうございます。実は先ほどの写真、1980年から、私も所属してきました京都大学の研究室と、京都市さんとで、40年以上続けてきた調査もベースになっているというふうに認識しておりまして、そのあたり私も追加でコメントできそうでしたらちょっとさせていただきたいなと思います。ありがとうございます。それではですね、早速、質問の方に入らせていただきたいと思います。まず最初の、質問者の方は、こちらの方に、来ていただいてない、オンラインでお入りいただいていますね。これは何さんだったかな、すみません。はい、ありがとうございます。問題に出していただいております。ロシニョーリ・マサミ・ビアンカさん、マサミさんでいいでしょうか。パネリストの方に入っていただいております。もしお顔出し可能でしたら、顔出していただいてご質問いただければと思います。ビデオが出ない。そうですね、ちょっとビデオが出ないように出ましたね。はい、大丈夫です、見えております。はい、質問してください。質問してください。質問します。はい、私の家族は小さいです。そのためにお肉やお魚を買ったとき、賞味期限までに食べきれないことがあります。そんなとき、おいしく安全に楽しく食べる方法を教えてください。はい、ありがとうございます。実はですね、よく似た質問、もう一つ用意してくれています。こちらのオンサイトで、参加してくれています、京都京北小中学校の、9年生小中一貫ですので中学3年生になる、前田光大くんです。来ていただいてますので、じゃあちょっとぜひ説明、ちょっと業界補いながらでもいいので質問していただければと思います。質問内容、質問内容は、今後夏を迎えて、食中毒や、早く食材が傷んでしまって捨ててしまったり食品ロスにつながると思うんですけど、食中毒や早く食材が傷まなくていかに新鮮に食べたり保存する方法はありますか。はい、ありがとうございます。ということで、少し今質問、違う部分はあるんですけれども、保存方法の工夫ということで、特に、まずは家庭中心で、どういうことができるかという質問が、メインかと思いますので、こちらは、節子先輩レンジャーにお願いしてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。そうですね、それでは私のもう一つ の資料ですね、パワーポイントの方も、ちょっと見ていただきながら、説明をしていきたいと思います。問答用という方の資料なんですけれども、2ページ目かな、2ページ目と、3ページ目ですね、とあと4ページ目まで、ちょっと続くんですけれども、はい。ではですね、あとまず、まさみちゃんの、
に、まあ、少し分かりやすく、お答えしたいなというふうに思うんですけれども、まず、まあ、なかなかその買ってきたものが自分のその家族が食べきれる量とうまく合わないっていうことが、まあ、よくありがちだと思うんですね。で、例えば、こうしたお肉ですね、これ鶏肉が2枚入ってます。もも肉が2枚入っているものがね、あります。はい。で、これを、じゃあ今日食べようかなっていう時に、お料理するのは1枚だけで十分なんですよねっていう場合があると思います。で、そうするとあと1枚はじゃあどうしとくのかなというのが多分、よく、お家のキッチンでも、まあ、体験することだろうな、まあ、四六時中というのかな、まあ、日々どうしようかって思う悩ましいことだと思いますね。で、まずその安全に保存していくっていうことね、っていうことどういうことなのかなってちょっと考えたいと思うんですけれども、その安全にっていうのは、どういうことかというと、その食中毒、お腹痛を起こさないように、どうしたらいいのかっていうことですね。で、これはまあ食中毒にならないようにっていうのは、まあ、その生のお肉だったりお魚だったり悪く なっていないものを食べなきゃいけないってことですね。で、この食中毒っていうのは何で起こるんかっていうのはですね、その食中毒っていうものを起こすばい菌が悪さをするからなんです。ばい菌が増えてしまうと、食中毒が起こってしまうんですね。それで、資料は、もう一個前、もう一つ前の、ページかな。はい、もう、これが3枚目だから2枚目の、はい、こっちですね。それで私ね、自分のパソコンだとなんかうまく行がいってたんだけれども、ちょっと今左の方がね見にくくなって申し訳ないんですけれども、でそれでね、この悪いことするバイキン君っていうのはね、冷蔵庫の中の温度で大体、10度以下ぐらいになってるんですけれども、その中だとあんまり増えないんですね。だけれども、大体35度くらいになってくると、もういっぺんにブワーってたくさん増えてしまうんですね。で、35度っていうと、今みんなきっと毎日お熱ね、測ったりしてると思うんですけれども、大体36度5分とか6度とかね、ですけれど、まあ、体温、人の体温よりか、まあ、少し低いんだけれども、まあ、でも人間とか動物が活動する体温と同じぐらいの温度で、悪いことをするばい菌っていうのは、とっても増えていくんですね。だから、そういう温度帯にしないように冷蔵庫にきちんとしまっておくっていうのがまず大事なポイントなんですけれども、ただ、こういうふうに、もう消費期限っていうことで生のものって早く食べないとやっぱりばい菌がたくさん増えてしまいます。で、それを止めるには大きく言うと2つ方法があります。で、1つは凍らせてしまうことです。冷凍庫に入れてしまうということですね。で、冷凍庫の中っていうのはだいたいマイナス12度以下、まあ、マイナス15度程度の範囲なんですけれども、そのマイナスの温度帯になるとばい菌っていうのは活動ができなくなってしまうんですね。増えなく、おとなしくなるんです。ですので、まずは冷凍してしまうというのが、まあ、一つの方法です。で、そしてもう一つはお料理をしてしまう、加熱をしてしまうということです。まあ、ちょっと加熱っていう言い方はちょっとね、まだ難しいと思うんですけれども、お料理をしてしまうということです。で、熱によってそのばい菌群っていうのは、まあ、やっつけてしまうということができるんですね。で、なので、使わなかった分っていうのは、生じゃなくって、もうお料理をしてしまう。
で、ばい菌をまず、やっつけてしまってから、またそれを、冷蔵庫で保存する。もしくは冷凍庫で冷凍してしまうというふうに、まあ、いくつかその段階があるんですけれども、まあ、そうした方法が、ありますね。はい。で、あとはね、これそのいわゆるそのプラゴミのね問題ということもこの SDGs ではあるんですけれども、そのお肉などを冷凍保存するときに、まあ、これは私がよくやるのは、まあ、例えばこの2つ2枚のものが、すぐに使えない場合はもうこれごとですね、これごと冷凍庫にポンと入れてしまいます。でも今日は1枚使って1枚を残しといて冷凍したいなっていう場合は、こうした、チャック付きのビニールに入れるとか、もしくはこういう薄いビニールに入れる、または、こうした、タッパですね、いわゆるこうした家にすでに手持ちで持っているものということを利用して、空気に触れないようにして、冷凍する、もしくは冷蔵庫に入れるというふうに、します。で、そしてさらには、こうしたお肉などの場合はこうしたビニール袋に入れるときに味をつけてしまうんですね、お醤油、みりん、お砂糖、お塩っていうふうな味付けのものをお肉と一緒に混ぜて、保存すると、少し日持ちがするように、なりますね。で、このお肉などを、味をつけて冷凍すると、そこでお肉にも味が中に調味料が染み込みます。で、なので、次実際にお料理をした時にお味がしっかりついて、まあ、より美味しくなるというような、保存もできて美味しさもアップするというような保存方法というのがおすすめです。はい。わかったかな。どうでしょうか。ありがとうございます。はい。はい。で、それで、前田光大くんは、今中学3年生でいらっしゃいますよね。で、ですので、その食中毒予防ということについては、やはりそのばい菌の増殖をさせないという、まあ、そういう、温度帯であったり、どういう、方法が、家庭では手軽にできるのかっていうようなことは、お分かりいただけるんじゃないかなというふうに、思うんですけれども、そうですね。で、そこ の資料の、3つ目ですねに、美味しく安全に保存しようということで、今少しお話をしたことを、まとめてみました。はい。この右ですね、まず、一つの方法としては冷凍する。それから冷蔵をね、そのままし続ける、でもしくは加熱調理をするということなんですけれども、でよりその安全性を高めようと思うとですね、その、加熱をした後も、これからの季節特にそうですけれども、気温が高いと、そのお料理したものの温度の、下がり方っていうのは緩やかになってしまいますね。でそうしますと、ちょうどばい菌が、細菌ですねが増殖する、時間帯というのがとっても長く保たれてしまうっていうことに、なりがちです。特によく例引き合いに出されるのがカレーですね。この濃度があるものっていうのは非常に温度が下がりにくいんですね、液体の中で、滞留しませんので、ですので作り上げたものは、水ですとか氷水もしくは保冷剤などを当てたものの上に置いて、できるだけ早く中心まで、冷やすということですね。ばい菌が、増えていかない温度帯まで、早く冷やすということが、大事です。ですので、冷蔵庫に、温度が高いものを入れてしまうと冷蔵庫の中の温度も上がってしまって、他のものにも、悪い影響が出ますから、冷蔵庫に入れる前にこれから夏に向かっていく季節は特に
温度をよく冷ましてから、冷蔵庫に入れる、もしくは冷凍するということが、まあ、一つ大きなポイントになります。でもう一つ気をつけたいのはですね、冷凍するって言ってもですね、マイナス12度、マイナス15度でそのバイ菌が死んでしまうということではないんです。こう長い、まあ、冬眠状態ですね、眠りについているということなので、ですから、冷凍したものをまたお料理するときには、まあ、しっかりと中まで火を入れて、お料理をする、食べるということが、まあ、より、安全性を高めるという、調理法になります。はい、以上です。じゃあ、ぜひ実践してまた、節子レンジャーに報告をお願いいたします。そうですね、はい、ありがとうございます。ですね、今 の, この間に書き込みでもいただいておりまして、ちょっと土井さんにもぜひ一言いただきたいとは思っているんですが、まあ、今回の最初の質問は特に肉とか魚とか、まあ、傷みやすい、いわゆる、まあ、消費期限と言われるものが対象になるものに対する ご質問でしたが、まあ、期限表示についてはいろんな検討があると思いますので、そのあたり土井さんにお話しいただこうと思っています。それからこの後に質問してくる予定の渡辺君、佐々木君の方からは、節子さん の見せていただいた多分ジップロックとかに対してだと思うんですけれども、まあ、一方でその脱プラというのがある中でプラスチックを使用しない方法なんかはあるんでしょうかというようなご質問もいただいております。まずちょっと土井さんの方からこのあたりも含めて、もし何かお考えとかアイデアとかがあればお願いできればと思います。はい、賞味期限消費期限についてですが、この考え方自体はですね、国際的に統一された基準になってまして、ですので、アメリカで作られた食品、フランスで作られた食品、日本で作られた食品も全部同じ考え方で消費期限、賞味期限というのが設定されています。でどのような違いかというと、消費期限については例えば傷みやすいサンドイッチとかお惣菜、お弁当などこういったものなので、基本的にはですね、期限が過ぎてしまうと食べてはいけませんということになります。で一方で賞味期限については、例えばお菓子であるとかカップ麺、こういったものについてますけども、これは美味しく食べられる期間ですよという考え方なので、仮にこの期限が過ぎたからすぐに食べられない、体に影響があるという話ではないということです。で賞味期限については、例えば微生物の数であるとか化学的な痛み度合い、こういったものを調べた上で安全係数というものをかけているので、ですので、期限を超えたから賞味期限をすぐもう食べられないというわけではないということになります。ですので、まあ、まずは期限が来ない前に一生懸命、まあ、工夫をして食べるというのが一番だと思いますが、過ぎたから何かという話は賞味期限についてはないということになります。あとプラスチックをなるべく使わないで保存する方法ということなんですが、プラスチックについては非常に便利なものですけども、あまりにも便利すぎてですね、どんどん使ってしまうというところが問題なので、例えばうちで取り組んでることとしましては、冷蔵庫とか冷凍庫に入れる際に器は陶器のものを使ってますが、蓋は繰り返し使えるプラスチックのものをかぶせて使ってます。ですので捨てるということがなくですね、繰り返し使ってますので、まあ、プラスチックを捨てるということからは脱出しているという状況になっています。ですので、まあ、よくよくいろんなものがありますので、それを見つけて、工夫して使ってみるというのが面白いかというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございます。もし節子さん何か追加的にあれば、はい、がそうですね。でそれで、まあ、今の土井さんもおっしゃられたような、その、まあ、ラップなどを、ね、まあ、使わない工夫ですよね。でそうしたものや、私は、今そっか、いわゆるこのシリコンでこのピタッとこう
器の縁などに、まあ、貼り付くようなタイプのものを、使うということもしますし、あとは例えば、お芋などをね、ちょっとこの電子レンジで、加熱して食べられるように、まあ、電子レンジ蒸しっていうんでしょうかね、そういうことをしたいなっていう時はですね、今ね、その蜜ろうラップって言いましてね、その紙でろうなんかを塗ったものっていうものも、まあ、その、SDGs っていうことを念頭に置いたそういう商品っていうのも出てはいるんですけれども、なんかちょっとこうやっぱり割高だったりするんで、まあ、ちょっとお高いんですよね。で、ですので日常的にはちょっとこう使いにくい。で、表面洗ってもやっぱりちょっとその安全性がどうなのかな、雑菌がちょっと心配だなっていうこともあったりします。で、その時に私が使うのが、いわゆるこれクッキングシートって言われる紙ですね。で、これは表面にこうちょっとこう薄くシリコンなどが塗られているっていうようなタイプのものなんですけれども、これをこのじゃがいもですね、まあ、水に濡らして皮ごと、そして水もちょっとこうちょっとパッパと振るなどして、でそれでこうきっちりと包ん で、 でそれでこういう耐熱のガラスに入れて、まあ、包み口を下に向けて、でそしてまた何かそのお皿でも何でもいいんですけれども、蒸気がこう逃げないような形にして、電子レンジをこうしますと、まあ、こういうふうに、まあ、蒸し上がるっていうような、まあ、そういうことも私の中でもこうチャレンジなんですけれども、何が変えて使えるかなっていうことをこう試しながら、やっています。はい、ありがとうございます。本当にすごく具体的な例でよくわかりました。私たちも脱プラも一つ大きなところで、まあ、これで SDGs が一気にいくつかちょっと解決するような気持ちになりました。ありがとうございます。はい、ではですね、続きまして次の質問のシリーズに行かせていただこうと思います。皆様今書き込みでもご質問いただいているんですが、やっぱりコロナ禍でいろいろ飲食店大変な状況、この中での食品ロスの問題があるんではないかということで、ここからちょっと続けてですね、3人からご質問を受け付けたいと思います。まずは、前田光大君、そして次に、佐々木君で、最後に、野田さん、この3人からですね、関連したご質問をいただいておりますので、それぞれご紹介いただいた後、特にまずは、牧野理事長からお答えいただき、また、京都市 の、 視点から、ございましたら門川市長からも、コメントいただきたいと思います。では、光大君からお願いいたします。はい、質問内容は、今コロナ禍の中で、飲食店は時短要請や、休業要請をされていると思うんですけど、昨日のことなんですけど、昨日の夜散歩してたら、京都動物園の近くの飲食店で、ゴミ袋に、卵を1パック捨ててあったり、ごぼう天などがいっぱい捨ててあったんです。あって、この時期でも飲食店の食品ロスを少しでもなくすための対策はありますか？はい、ありがとうございます。ちょっとリアルに想像できてしまうんですけれども、続きまして、京都御池中学校の佐々木くん、お願いできますでしょうか？はい、僕の質問は、コロナウイルスの影響によって飲食店などの時間制限、営業時間の制限などによって生まれた食ロスや、またその飲食店が生産者への仕入れが減ったことによって、生産者側によっても生まれる食ロスへのしわ寄せなどにはどのような考えを取られますか？はい、ありがとうございます。続きまして、もう1枚に、2枚目になりますが、京都青翔高校の、野田君、お願いできますか？はい、京都市はフードロスの解決策として、
食べ残しゼロ推進店舗の認定などの取り組みをされています。ですが緊急事態宣言の発令を受けてさまざまなイベントが中止になったり営業時間の変更や閉めなければいけない店舗が増えてきています。それによって本来販売されたり消費されるはずだった食べ物が大量のフードロスになると思われます。このような場合はどのように対処されるのでしょうか。また京都市として支援される予定はありますか。はい、ありがとうございます。では3つ質問を受けまして、まずは牧野理事長から現状、それから展望とございましたらお願いいたします。さっきの、卵の発表、これはどういう理由かわからないんですけども、もう言ってきてるんですが、さっきは何だったと思いますけど、今日の中で、今度のやっぱり時短要請と、アルコールの禁止と両方出てるんですけど、実際問題として、割と急だったんで、やっぱり廃棄しなきゃいけないもの、例えば、自分の店でもそうですけど、例えば、お酒はまだ飲まれるとしても、生ビールがありますよね。あれも、生ビールは瓶ビールと違って、腐ってるんで、取っとけば。だから、あれ、廃棄、僕らとしては、何日まで。以降はお酒提供しないというのは2日前ぐらいだったな、しかなかったんで、もう本当に直前だったんで、もう封を開けると、ある程度一つの量は全部飲み切らないといけないんで、うちのお店では最後の方は無料でみんな飲んでもらって、そういうふうにしたんですけど、まあ、各お店はそういうふうにしてると思うんですけど、割と今度急だったんで、この卵、ちょっとそういう可能性もあるんですけど、まあ、実際あってはない、いけないことなんで、ロスというか、これはお店にとっても、ね、仕入れ上、原価がそれかかってしまう、大ロスなんで、まあ、よほどの事情があったとは、まあ、察するんですけど、まあ、結構お店によってはやっぱり、そういう、自分の店ではそんなことないんですよ。普通のお店はそんなことないと思うんですけど、そういうロスを出さない、営業原価だけじゃなくて、食べ物のロスを出さないというのは徹底してやってるんですけど、中にはやっぱりあんまり、やってないお店もあるんで、それは今後やっぱり、いろいろ、ね、組合の方としてもやっぱそういうのは周知徹底していきたいと思いますけど、まあご質問の中で、少しでもロスをなくすための今度コロナ禍の対策としては、多分一番多いのは僕でちょっと最近今日やってますかって、これホテルの中の店なんですけど言ったら、前の日の予約だけです。やっぱりなんでかというと多分すごいお客さんが減ってしまって数が読めないで多分そういうふうにしてると思うんですよ。だからそういうふうにするとロスも減るんで、これ実際やっている中ではすごいお店としてはいい方法じゃないかなと。たまたま自分のお店は予約制なんでそういう、ロスはないんですけど、ただ急にキャンセルとかあるんです。だからやっぱりコロナで多少のロスが出ることはあると思うんですけど、これから先ですよね。今、居酒屋さんが、別に居酒屋もしてるんですけど、この居酒屋はやっぱり、どうしても品数がすごい多いんで、実際ロスはすごい出るんです。で、自分の本業は嵐山でうなぎ屋してるんで、そっちの方はもう専門店なんで、すごいロスが少ない。だからこれから先ね、多分、このコロナを機に、居酒屋さんでもメニューがたくさんあること多いと思うんですよ。その前にやっぱり食べるものたくさんある、嬉しいなと思うんですけど、
本当ならないお店としてはやっぱりロスが出やすいで、先ほどの木本さんが言われるような保存法で保存はするんですけど、でも実際ロスが多いし、やっぱり、なるべく、できたものを早く食べてしまうのが美味しいのにもつながるんで、あんまりメニューの数が多いというのはこれから納得していった方がいいんじゃないかなとは思います。居酒屋はもう実際ちょっとこれが大変な時期が来ると思うんで、そういうふうにしてきちっとロスも少ないになって、意外となっていくきっかけコロナがなるかなと、予約ある程度予約をして食べるという感じで、いわロスは減ると思うんで、これ自分の、いろんなお店の話ですけど、自分どころの店うなぎ専門でうなぎしかないんですって言ってるものしか出さないんで、大きな意味のね、本当の、ロスをなくす、みんなが気持ちの中でなくすとすれば、自分自身は、生きてるうなぎをさばくんですよ。で、生きてるうなぎをさばくときに、今でもすごいね、後悔というかね、いつもね、本当に生きてるのを殺すという作業をするわけ、殺して食べるという作業をするんで、ものすごいね、罪の意識みたいなのを感じるんですよ。その中で、でも食品として割り切って調理するんですけど、その時に、せっかくこの命をもらったんで、それ全部、とりあえず美味しく作って食べてもらう、残さず食べてもらうというのは、いろんな信念の中にあるんでね。だから自分のお店は、本当に、ロスはほとんどないです。美味しく作るというのは、やっぱり、飲食店の、仕事でもあるんで、普通の家庭でもそれはそうですけど、飲食店特にお金をいただくんで、本当に、ロスなんか、美味しく食べさすのがロスが出ない方法だと、一番、ね、強力な方法でないかなとは思うんですけど、これから、本当に、そういう、どんどんこう食品として見てしまうんで、そういう気持ちをみんなが持てば、多分捨てるということはだんだん卵でもそうですよね。どんどんやっぱり食品として見るんじゃなくて、生き物を食べて命をもらってるというふうにみんなが、特に若い人はどんどんそういう現場を見ること、これが減っていると思うんです。スーパーで買えば、パッと売ってるんで。僕たち、僕たまたまね、そういう現場でやってるんで、それはちょっとみんなに分かってほしい部分って、なんとかそういうのを教えていかなきゃいけないかなと。命をもらってやってると。本当にね、普通に考えられないぐらいね、あるんですよ。うなぎってね、可愛い顔してるんですよ。殺すときね、こっち見てるんかなと思って。なんとか楽に、命をいただいて、あっという間にさばかなきゃいけないな。そしたら美味しく食べられて、捨てるとこなく全部食べられるな。残すこともないし。そういうふうにはいつもいつも注意してやってるんです。あと、いろんな仕入れが減ったことによる、しわ寄せですよね。これ多分飲食店より大変な業者の方がおられると思います。これこそスーパーとかで家庭で食べる分と飲食の分もどれぐらい割合あるか僕分かりないんですけど、やっぱり高級食材はやっぱり飲食店で多分食べる、家庭であまり食べないと思うんで、多分滞ってしまって、すごいことになってると思うんですよ。しばらくしたら、自然にいるお魚とかは、あんまり取らないようにすればいいんですけど、でも、そうじゃない、育ててるものはあるじゃないですか。うなぎもそうなんですよ。うなぎって、スーパーで売れるものは大丈夫なんですけど、僕らは、生きてるやつを買う。うなぎも、1年ぐらいかけてちょうど食べられる大きさにしていくんですけど、これ僕ら専門店は買わないとどんどん大きくなってしまうんですよ。大きくなると食べるのに適さない大きさが
どんどん増えてくるんで、やっぱり餌を少なく加減したりする。で、まあ、あんまり大きくしないという、この余分な作業が入ってきて、一番食べ頃の時期を外してしまうんで、生産者大変だし、まあ、今日は市長さんおられるんで、あれですけど、まあ、コロナはあるんですけど、まあ、一番大変なのは、意外と僕たちじゃなくて、まあ、お酒屋さんもそうですけど、高級なお酒でやっぱり飲食店で出すの結構多いんでね、そういうのも大変だと思うんですけど、まあ、飲食店に限っては、その、ある程度の保証とかいただいてるんで、あれなんですけど、そういうところに保証は、まあ、行っていただきたいな。やっぱり、京都もいろんなお店あって、やっぱり、潰してはいけない文化もいっぱい、食文化もあるんでね、そこもあるんで、とりあえず、まあ、早くコロナが終わればいいんですけど、そこを壊さないように、自粛しながら今やってるんですけど、つなげていきたいな。それは、たまたま市長さんもおられるんで、お願いしたいところではあるんですけど、まあ、だから、そうですね、ロスは、そういうもったいないという気持ちをみんなが持ってくれればなくなるんで、こういう配慮した人はどんな気持ちでやっておられるかわからないんですけど、自分だったらしないなと思います。方法はいろいろあると思うんですよ。そういう気持ちがなければ、ただの食材なんで、ああ、これを作るんだ、それは、はい、ダメ。こういうふうになってしまうと思うんで、気持ちがあれば、後々違う方法で使うとかいう方法いっぱいあると思うんで、その辺は、精神的な面でもみんながそういうふうにもったいないなと。やっぱ生きてるものを、まあ、野菜だって生きてるんでね、特にそういうのを生きてるという思いを持って、他人の命を自分のエネルギーに変えるというふうに思ってほしい。特に若い人にそれ分かっていただければありがたいなと思います。はい、ありがとうございます。おそらく節子さんがおっしゃっていたような本当に精神文化的ないただきます の心を理事長としてお持ちいただいている、またこの先の外食産業の在り方といいますか、そういうところまで踏み込んだご発言、大変刺激も受けました。何度もお名前が出てきました。京都市の門川市長、いかがでしょうか。はい、緊急事態宣言、今牧野さんおっしゃった通り今回急でした。このコロナ禍、第1波、第2波、第3波と第4波の違いは、変異株によってその拡大するスピードが2倍以上やなということで、大阪、兵庫で今も毎日人が死んではる。2週間前に、2週間後の京都が今の大阪になるかもしれない。で、大阪が人口10万人あたり、1日、30人新規感染者が出るっていうのがね、こう90人になった。これ18日間でなったんです。で、もうだから、この連休前にどうしても京都も緊急事態宣言をして、みんなで人の流れを抑え込まなあかんということで、まあ、これは知事が最終的には国に要望して、で、まあ、飲食店はじめ流通業者、多くの人に大変なご迷惑をかけたと思うし、そのご迷惑だけはなしに、その尊い、大事な食材が捨てられてしまったということについて痛み感じますし、予測できないということがね、最大の問題だったんで、これからなんですけど、11日でもって終わって12日から開くというのが今の想定ですね。しかし、まあ、明日明後日、我々も京都市の状況をきちっと点検しようと、京都府でも点検してもらって、そして京阪神で国にどのように言うのか、で、それが少しでも早いと準備ができる。で、こう準備が一番大事だと思うんですね。で、もちろんその状況になっても最大限、まあ、今浅利先生が精神文化もということを言われたけど、先ほどからその動植物の
命をいただいて生かされて生きてると、その食材と思わないという、その牧野さんの言葉があったり、杉野さんのところに伝わる京都の暮らしの知恵みたいなね、こういうのを最大限生かすということと同時に、そこ立てて最大限取り組んでいかならん。で、この緊急事態があって、この100年に一遍のこのこと、しかしこれはそのコロナだけではなしに、これから、これも牧野さんおっしゃったけど、常にもう豪華な食を、用意して満足しているという生活そのものを考えていかんなな、ならないかなと、こんなことも感じます。実はね、京都市は中央卸売市場を設営している、開設してるんですね。今、野菜は大丈夫ないね。高級果物も大変なの。それから、生鮮食料品でもお魚、これが大変でね。でも普通の魚はそれほどでもないんだけど、高級魚、ウニとかね、タイとかね、マグロとか、もうこういうようなもんが、仲買人さんって言うんですけどね、卸す人と仲買人さんは消費者のために、買うて消費者に。その中でも料理屋さんを担当してはる人とかね、ホテルを担当してはるというところは売り上げがガタッと落ちて危機的な状況なんですけどね、まあ、しかし京都の中央市場でね、日本で一番最初にできたんですわ。東京 の築地、豊洲、あるいはうんと古くて、その中央卸売市場が、生産者を守り、で消費者を守り、さらに、安心安全な、かつ、京都ならではの世界に誇る食文化を育ててきた、この誇りにもったんだけど、その仲買の方々、とりわけお魚関係が大変ですので、まあ、そこに国とも相談しながらしっかりと支援もしていかならん。同時に、今後将来的に危機の時にもどうしたら最小のロスで済むのかということも考えていかならんなと思ってます。一方ね、食肉第二市場というのがね、これも京都は100年を超える歴史があるんです。で、牛、東京オリンピックをめがけてものすごい牛育ててきはったよね。ところがこういう状態になって、一時も大変なことになったんやけど、おかげさんで肉の方は比較的順調に出てると。同時に京都市はその食肉市場を大改革して、で外国に輸出できる資格を取ったんですね。でヨーロッパ、アメリカ、シンガポール、でこの外国輸出がね、ものすごく順調でね、こんな時でもこう輸出だから、大切な食用品をいかに大事に生かしていくか。そうするとね、ジェトロという組織がね、輸出入の、支援する政府機関やけどね、この間ジェトロの関係者が来てくれはって、京都の食材がジェトロのもうサイトから、特にシンガポールやらにどんどん売れてるんだって。だからそういうことも含めて、国内で消費できひんかったら、海外にもこう販路を拡大していく。まあシンガポール、外国もね、うち食なんですね今。だからそこにうまく乗せたら販路があるなっていうことも最近気づきまして、まあ、そんなことも含めて最大限、食材を大事にすることを取り組んでいきたいと思っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。またですね、この後半の方でも、じゃあ実際に出てしまったフードロスどうするかっていうような話も出てきますので、野田さんも引き続きお聞きいただければと思います。ありがとうございます。ではですね、次の、質問に行きたいと思います。またコーナーの後で戻ってきてください。次は、五所南小学校の、渡辺さんに、お越しいただいておりますので、こちらの方に来ていただきまして、質問のご紹介をしてもらおうと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、画面の方に向かって聞いてもらっていいでしょうか。京都市ではサンアールの中でもリサイクルを重視しているかを聞きました。南部フィルムセンターでは、リユースとリデュース
の次にリサイクルをすると言っていました。でも、ケイト氏はリサイクルを重視しています。それで、リサイクルを重視する理由なんですか？はい、ありがとうございます。京都市もね、大事なのは 3R、 いわゆるあのリサイクル、リユース、リデュースよりも 2R、その、どういうかな、まずリデュース、発生抑制する、それからリユース、再使用、再利用、これを大事にしてるわけですけどね。ただ数的には量的には例えば空き缶、あるいはペットボトル、これを、燃やすんだなしに、あるいは捨てるんやなしに分別して、とりあえずそれを再資源化していくということも、量的には、しっかりしなければならないということで、リサイクル率を伏せられずに、燃やしてしまわずに、リサイクル率を高めるということも重視してきました。でしかしこれからはもうリサイクルは当然やけど、リサイクルやなしに、お酒も、その リユースできる、ビールも瓶ビールに戻していく、こういうようなことをしていかなければならない、このように思っています。もう一つね、リニューアブルという今度考え方が出てきました。プラスチック、石油製品を使わずに植物性の製品を使った、容器にしていくとかね、こういうこともこれからのテーマだというふうに考えています。そのリサイクルセンター行ってくれはったわけ。もうみんなが捨てた空き缶やら空きペットボトルやらを一生懸命整理して分別するの大変な作業をしてはるでしょ。でその時に、ちゃんとルールに従ってこう分別する、あるいはペットボトルやったらその外のビニールを取っとくとかね、そういうことを、やっぱりみんながやってくれはるともっと仕事がしやすくなる、こういうことも学んでもうたと思うので、これからもよろしくお願いします。素敵な質問ありがとうございます。はい、ありがとう。渡辺さん、なのでぜひ小学校の皆様ご家族にも、京都市は、リサイクルも頑張ってるけど、まずはリユース、リデュースから頑張ってるんだというのをぜひ伝えてもらえたら嬉しいです。はい、ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。また節子さんもあと時間があれば、まさに京都はその始末の心っていうような言葉ももしかしたら聞いたことあるかもしれないけど、あともったいないとか徹底して使ったり、あまりいらないかなというものは買わない、リデュースの心をずっと持ってるんで、そういうのも渡辺さんも含めて、みんなで伝えてバトンタッチしていけたらいいなと思うので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、また次の質問に行かせていただこうと思います。こちらもですね、現場に来ていただきました洛南高校の、1年生の、千原さんでいらっしゃいますか。はい、お願いいたします。はい、どうぞ。外しても大丈夫ですよ。幼少期にウサギを飼っていたんですけど、その時が一番我が家で出る生ゴミが一番少なかったと思います。その時はいちごのヘタとか葉野菜の外側とか人参の皮など全てを餌として活用することができていたからです。錦市場を歩いている時にその加工店で出る葉野菜の外側が捨てられていたり、畑でもたくさんの廃棄物が出ていることを知って、大原や京北などの畑が密集してある土地に配達にいている配達業者さんたちが、もしもの真心でその廃棄物を回収して、例えばですけれども動物園などに配達することができたら、少しでもロス削減につながるのではないかと、ウサギを飼っていた経験から思いました。そのような取り組みは可能でしょうか。はい、ありがとうございます。これはですね、できればちょっと全員の、先輩レンジャーの皆様から、それぞれの視点でお答えいただけたら嬉しいなと思っております。先ほど、千原さんの方からは、昔、ウサギ飼っていて、
まあ、そういう意味ではこう自然の循環をこう自分で作っていたっていうことだと思います。そういうあの循環を先ほど節子さんが江戸時代から振り返ってご説明いただきましたので、節子さんの方からも一言今のような状況の中でもまた活かせるような知恵があったら、ぜひご紹介いただきたいなと思っております。それから、実は牧野理事長もご自身うなぎ屋さんということでありますが、特に嵐山を中心にいろいろ地域の循環ができないかというようなことを考え始めていただいているというのもお聞きしましたので、もし可能な範囲でそのあたり の状況もお伺いできたらなと思います。それから門川市長も具体的な提案あります。どう思われたか率直にご感想いただきたいと思います。そして最後土井さんの方でも今地域循環共生圏などの文脈でこういうモデルを作っていこうという取り組みがあるかと思いますので、その考え方ご紹介いただければと思います。それではまず節子先輩レンジャーお願いしてもよろしいでしょうか。はい。で千原さんのこのアイデアといいますかね、まあ、廃棄されるものっていうのを動物などに、まあ、廃棄することができたらっていうのってすごく素晴らしい考えだなっていうふうに思いました。で私がじゃあ今疑問に思っておられることにどこまでこれが具体的な答えになっているかっていうのはちょっと自分でもわからないんですけれども、一つね、たくさんまあ、加工店ですとか、その畑でも、たくさんの廃棄物が出ているということですね。で、特に私が感じますのはね、その畑から、その生産者の方が出荷されるときですね。で、例えば今、皆さんスーパーで、まあ、例えば、ま、このほうれん草とか、おネギとか、なんかこう、まあ、ビニールのこの、まあ、薄い、パッケージというんでしょうかね。それに、まあ、きちんと入ってますね。で、そういうある、何ですかね、まあ、お野菜なり、そういう生産品を、商品として、まあ、棚に並んでいくっていう時にですね、今、その流通のシステムの中では、この、まあ、1羽というんですかね、この一塊が、だいたいおよそ何グラム、そしてこの葉っぱのサイズが何センチぐらいという、そういうその、一点その規格というものが、まあ、あるんです。で、そうしたところに合わせて、生産者がこう出荷するという、そういうその、まあ、システムといいますかね、そういうことがあるんですね。で、そうしますと、まあ、こう葉っぱなんかでも美味しそうに、こう、とても立派にできていても、その流通の規格に合わせるために、この何も傷んでない葉っぱを1枚もぎ取らなくちゃいけないとかですね、そうしたものが、まあ、積もり積もって、まあ、廃棄物として、まあ、出さざるを得ないっていうね、そういうことがあるのが、まあ、現実です。ですので、まあ、今は、どうですかね、まあ、例えばその生産者さんが直接に買うであるとか、ある一定の規格に合わせなくてもいい流通の、方法といいますかね、手段。消費者の人と生産者というのがよりこの近づけるようなそういう流通システムっていうことも、まあ、それぞれの方のまあ自助努力というのかな、まあ、せっかくまあ生産者であれば自分で作ったものをそんなに廃棄するのはもうその忍びないわけですよね、まあ、自分が手塩にかけたものですからね、ですから、まあ、そういうたくさんの大量流通っていうことではなくて、それぞれ消費者が個々に、求めたいものっていうものが、より生産者との間で、こう、意思疎通をしながら、流通されるような、そういうシステムが、まあ、いくつも、いろんな、やり方が生まれてきたらいいんだろうな、っていうふうに、私は感じています。すごく質問に富んだコメントでした。ありがとうございます。では、続きまして、牧野理事長からもお願いしてよろしいでしょうか。あんまり直接的に答えないのでわからないんですけど、どれぐらい出てる、まあ、ちょっとテレビ見たなっていう、さらにこの動物園に回せないのかというのは何かね、
魚だったかな、なんかの資料に回ってるのをテレビ見たことあるんで、これ、うまくそういうとこが、科学必死を噛んでなくて、こういうとこもうまくそういうシステムを作れば、動物園になくても、他の家畜の餌にもなるし、人間が食べる部分と、人間があまり食べない部分とうまく分ければ、将来できるんじゃないかな、頑張れば思うんですけど、それはまあ、お店というか、民間でもできると思うし、まあ、行政からでもできるんじゃないかなとは思います。まあ、いろんな意味でやっぱりこう循環していかないといけないと思うんで、さっきちょっとしっかりその方に言われたんですけど、循環は僕は嵐山でいろんな役してるんで、嵐山の、今でも全然利用してないね、循環といえば、そういうこと、畑、田んぼあるんですよ。それをなんとか利用させてあげたいなというので、ちょっとまあ、教団の先生ですけど、下水汚泥を、まあ、有機飼料に変えるというので、ちょっとやっておられるんで、それを嵐山に来てくると言ってもらってもらって、多分それは、今、土のまんまのとこが緑地にもなるし、今、お客さんも、付加価値のある有機栽培農法で美味しいのができれば、いいのができて、それを嵐山って結構料理屋さんがいっぱいあるんで、そういうところでうまく循環させて、それもうまくこういう方法を取りながら一回試験的にやってみたいなと。今まだやってないので、多分できる、頑張ればできるんじゃないかな。大きな意味の循環ができるし、その時にロスも出ないように、一回ちょっといいあれだったんで、一回チャレンジしてみます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いろんな、取り組みが方がしつつあるということなので、むしろね、一緒にできる場合になるかもしれません、ね。じゃあ、角川市長、いかがでしょうか。はい、素晴らしいご指摘ありがとうございます。ただ、なんかよくね、動物園、動物園っておっしゃってたけど、動物園との、生き物は、人間並みの衛生管理してますのでね、そのことを前提にちょっと話してほしいなと、このように思います。生物多様性のために貴重な、動物を飼育してると、ちょっとある時こう鹿がいっぱいいて、鹿の肉はどうやと、動物園でライオンの餌にしたらどうやと、こういうようなことがよく出てくるんですけどね、人間と同じように衛生管理をできされたものを食べささんと病気になったらもうアウトですんでね、命を預かったので、で、まあ、そういうことを前提に、しかし今牧野さんがあったように制度として考えていかなと思います。まずね、お魚のね、尻尾とか頭とか中央市場なんかでもね、これは昔から、その全部大原センターというのが、初めは京都市が作ってて、全部集めて、これは飼料になるんですね。養殖の魚の養殖の餌とかね、ひょっとしたら犬の猫のあれにも合ってるかもしれませんね、フードにも、うん。それは今民間がやってるぐらいになってきてね、民間でも飽きないとして成り立つんですね。だんだん養殖の飼料やらが足りないと、うなぎの餌にもなってるんでしょうね、多分。そういうことです。問題は野菜です。野菜で、中央卸売市場は、この5年ほど前に、野菜のくずですね、大根の葉っぱとか、大根の葉っぱでもくずやなしに食べたらいいんですけどね、出てくる、どうしても出てくるものについて全部それをリサイクルするということができまして、分別して、それで何と言ったかいいな、870トンゴミを年間減らすことができた。ゴミが3割減ったと、中央市場から出る、有効に生かされていると。問題は、ご家庭と、それから飲食
店とか、あるいは農家とかで出てるということですけども、で京都市は家庭はコンポスト、これ今3万5000円かな、補助してる。でこれでぜひということで、年間350点ぐらい出てるかな、少ないんですね。やるところはもうやらはったと。私もう一歩踏み込んでもらって、家でもコンポストで堆肥化する。で堆肥化したやつは使い道がないんやね。このそれも含めて何か仕組みを作れば、家庭菜園している人はで使えるんやけども、マンションで家庭菜園もしてへんのにコンポストであったってまたそれが結局ゴミになっちゃうということになったらあかんので、これが一つこれからそういう今の仕組みをより進化させんならんなと、こういう思います。もう一つは地域ごとにまさに今牧野さんのですけど、そういう地域で出てきた、残災も含めてね、そういうものをどう地域でやるかと、支援の取り組みはしてるんですけどね、まだまだこれからだと、このように思いますね。これは本当に化学肥料を使うようなしに、地域循環型にすれば土がどんどん肥えて、それこそいい野菜ができるということになるので、そうしたことも、民間と一緒に地域と一緒により強化していきたいと、このように思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今くしくも地域の中での循環というキーワードで終わりましたけれども、土井さん、ぜひ、地域循環共生圏の取り組み含めまして、ご示唆いただければと思います。はい、土井です。実際の体験に基づいて、出てきたアイデアで素晴らしいと思います。で実際これができるかどうかという面でいけば、現実問題としては私はできると思うんですけども、ただそれを実現するためにはいろいろアイデアを出していかないかんということだと思います。で先ほど理事長からもお話ありました通り、それぞれの人たちがいろんな思いを持って、例えば食べ物を作ったり、あと動物を育てたり、そういったことをしてますので、それらの人たちがどういうところを大切にしているかっていうポイントをちゃんと理解した上でですね、で、それがうまくつながっていくように提案がもしできれば、このアイデアも実現できるんじゃないかというふうに思います。例えば先ほど市長からもお話ありましたように、動物園は大切な動物を育てているわけですので、そういった体調の管理というのが一番重要だということだ、それはもう間違いないことだと思いますので、それを大切にしながらもこういった提案が実現できるためにはどのような工夫をする必要があるのかということを、農家の人であるとか飲食店、また、はい、宅配配送業者の人たちと議論していく、でその議論の果てには実現の可能性もあるというふうに思います。そういった、観点から言っても、例えば、先ほど飲食店のお話、非常に苦しいというお話出ましたけども、消費者の人たちが今この瞬間にできることをまだたくさんあると思いますので、これまで美味しい食材、料理を提供いただいていた人たちに、消費者として何が今この瞬間できるのかということをよくよく考えて、それを実行に移していくということも非常に重要だというふうに思います。京都でこのような取り組みが実現する日を楽しみにしております。また先ほど浅利先生からもありましたが、そのような取り組みが全国各地で始まっておりますので、その具体的な取り組みについては環境省のホームページで地域循環共生圏というところを引いていただければ、いろんな取り組みが出ておりますので、それをぜひ参考にしていただければというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございます。地域循環共生圏って聞いたことありますか？ないですか？ぜひ調べてみてもらえたらと思います。ローカル SDGs っていうふうにも言われてますので、多分千原さん今日知りたいなと思った、答えのヒントがいくつかあるんじゃないかなと思います。ただどこもまだまだこう挑戦している段階なので、
答えはないので、もし関心を持っていただけたら、本当にぜひ自らフレイヤーになってくれたら嬉しいなと思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ではですね、次の質問はかなりの長文になっております。渡辺くん、ご質問していただけますでしょうか。まあ、ちょっと全部読むと大変かもしれないので、ポイントをお願いしたいと思います。で、こちらの方は、ちょっとですね、他に関連して追加の質問もいただいてますので、私の方からまた補足もしたいと思います。では、渡辺くん、お願いいたします。中学1年生の渡辺圭介です。僕は食品ロスを削減するにあたって重要になってくるポイントは、まあ、大きく分けて2つあると考えています。1つ目は、食品の作りすぎを減らすこと、まあ、必要最低限のものしか生産しない。そして2つ目は残ってしまった食品、手つかず食品などを必要としている人に分け与える、それか、まあ、リサイクル、で僕は現在2つ目のポイント、残ってしまった食品を必要としている人に分け与えるための活動が多く見られ、1つ目のポイント、食品の作りすぎを減らすことがおろそかになってしまっていると感じます。で、食品の作りすぎを減らすことは食品ロスを減らすにあたってキーになると思いますが、これを実現するためにはしっかりとした制度が必要になってくると思います。というのも、廃棄された食品のうち、食品が傷んだ、鮮度が低下したことによって廃棄される食品が少なくないと思います。もしそれを解決しようと、生産者から仕入れる量を減らすとなると、確かに食品ロスの、量は少しは減るかもしれませんが、同時に生産者の収入も減ってくると思います。そんな現状を打開するためには、生産者を支援する制度が不可欠になってくると思います。そうすれば食品ロス問題の、まあ、元となる大きい改善できて、かつ生産者の労働環境も少しは改善し、8番の働きがいも経済成長もという目標にも結びつくかと思います。寺川市長はこの策についてどのようにお考えでしょうか。おそらくこの策によってマイナスになることもあると思いますので、あればご指摘、ぜひこのご、ぜひご意見を聞かせてください。はい、渡辺君ありがとうございます。これ以外にもですね、いくつか、質問いただいておりまして、まあ、少し関連するかなと、まあ、合わせて答えていただければなと思っている質問に、食品ロスを削減することで、こう消費者側にはどんなメリットがあるんでしょうかと、まあ、それはすなわち消費者がこう減らすモチベーションにつながる話だと思うんですけれども、このあたりも合わせてご回答いただければなと思っております。門川市長というお話もございましたが、ぜひできれば、市長とそれから土井さんの方からまずお答えいただきまして、補足が的な発言あれば、節子さん、牧野理事長からもと思います。ということで、どちらからいきましょうか。門川市長からいかがですか。はい、さすがですね、素晴らしい質問ですね。なかなか難しいですね。しかし、ありがとうございます。夜遅くに突然、居酒屋に行ってもいろんな食材がさっと揃ってくる。それが冷凍で解凍してはるもんやったら別やけど、ラーメン屋さんやったら別に構わへんやけどね、とか、その本当にこれ私が食べへんかったら多分もう閉店間際やから捨てられるんじゃないかなと、まあ、こういうような状態になってる店が人気があると、お寿司屋に行ってもざーっといろんなネタがあると、これが、人気店だという考え方から変えていかんなんで、もう夜遅く行ったら
注文しといたら別やけど、突然来はったら、うん、もうこ残ってるものはこれですよというようなことをみんなの店がやっていくようなことにしなければならないのではないかなと、常にその廃棄されなければならないものが、を準備しておかなければ店のサービスが、このランクが落ちるということであったらいかんのではないかなと、まあ、このように、真剣に考えなければならない。つまり過剰生産、もうあらゆる準備をしっかりしておく、そしてひたすらお客さんを待っている、でお客さんのわがままを全部、聞かせていただきます、これがサービスであるというのは変えていかなければならない。でそのことが結局消費者にも結局コストの高いものをかぶっていることにもなる。みんなで食品ロスをなくすという、その、うん、せっかく他の動植物の命をいただいて生かされて生きてる、それなら最大限その命を粗末にしないと、動物や植物のこういう形に変換していく、転換していく考え方があるんじゃないかなと。現に、食品メーカーの2割の方々が食品ロスの原因は素振り水と、で絶対に、食品が欠けたらそれでダメージが打って、まあ、取引停止にもなりかねない。したがってその生産者の段階、流通の段階、また、お店の段階でも完璧に用意しておく。これが多くの食品ロスを生んでしまっていると。ここのとこをもう予約制にする。そして予約のない場合はもう、うん、まあ、朝一番やったらかまへんけど、夜遅くは、あるものをおいしくいただく、こんな哲学をこう作っていかんのじゃないかな、このように思いますね。はい、はい、ありがとうございます。続きまして、土井さん、いかがでしょうか。ぜひ大きな視点からでも結構ですのでお願いいたします。はい、ありがとうございます。今回渡辺さんから提案あった、あ、こう需要と供給をマッチさせるというのは非常に重要な話で、特にやっぱり食品関係でいけば、ここが重要ではあり、かつ技術的には非常に難しいところだったわけです。ただ最近でいきますと、コンビニエンスストアであるとか、あとスーパーにおきましても、どのようなものを発注して仕入れるのかというものについては、基調データとか、あと需要予測の過去のデータを AI のに入れてですね、で、精度を上げていくという取り組みも始まってまして、大手のコンビニエンスストアでいくと、試験的に導入した効果でいくと3割ぐらい廃棄が減っているという話もありますので、これが大きく多分力を発揮できるんじゃないかというふうに思います。でもう一つは、消費者のメリットがどのようなものがあるのかということと関連づけると、最近でいくとさまざまなウェブサイトができていて、賞味期限が近づいた食品についてはかなりこう割引をして、提供するというところも出始めています。でただ、こう割引だけではなくて、その一定割合を自然環境を守るであるとか、あとは子どもたちの未来を支える、こういったことを取り組んでいる NPO に寄付されるという仕組みもセットで経営されているところもありますので、まあ、こういったものを使っていくことによって消費者としては安く手に入るし、生産者としては廃棄する必要がない、また社会的な活動をしている NPO も寄付がもらえるという三方よしというか考え方で経営しているサイトが続々立ち上がってますので、こういったものを家族と話し合ってですね、活用してみるというのも重要じゃないかというふうに思っています。私からは以上です。はい、ありがとうございます。どうでしょうか、牧野理事からも何か一言申し上げればお願いいたします。はい、食品といっても作りすぎとか、2つかな、
生鮮食品と保存の効く食品とあると思うんですけど、まあ、これ一番大きく言えば、日本は恵まれて肉がどうのこうの言ってますけど、世界でやっぱり飢餓に瀕している国の方がたくさんおられるんで、それを踏まえれば、うまく大きく回すという意味ではやっぱり保存の効くものは、例えばそちらへ余ればそちらへ行くというふうなシステムを、作っていくしかない、やっぱり回していく。で、まあ、生鮮食品についてはやっぱり季節ごとにいろんな、まあ、杉本さん言われたように季節の食べるものは季節に食べる。でそうすればたくさんできても、まあ、安く食べる。季節外れるとやっぱ高くなるというところでうまく調節できてると思うんですけど、まあ、その2つちょっと観点があるんじゃないかなと。ただ単純に、生産者の作る量を減らすとかいうのもちょっと難しい話で、やっぱり多少は需要と供給の関係もあると思うんで、その辺はやっぱり世界で回すという意味では、やっぱりそういう、もし余れば、保存の基本はそういうところへちゃんというシステムを作っておくというのが一番かなと思います。自分としてはこの答えですけど。はい、ありがとうございます。実際に食品業界に身を置かれる立場としての発言もありましたが、まあ、門川市長の発言とも含めて、まあ、ただ、本当にこう過剰な部分といいますか、そういうところを減らしていくっていうのは、先ほどの牧野の理事長からの職に対する思い入れからも共通する部分かなとは、私は聞きながら思っております。ありがとうございます。節子さん、いかがでしょうか。もし、このあたりで。私からは、はい、この質問については、もう市長と理事長の方から、ご回答がありましたので、はい、私からは、はい、ございません。ありがとうございます。ではですね、ちょっと時間もだいぶ迫ってまいりました。ちょっと次に行かせていただこうと思います。こちらも、こちらに駆けつけてくれておりますので、上川君でよかったですかね。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、僕の家では、子ども食堂をやっています。また、この前、クリーン大作戦で、ゴミ拾いをしました。お父さんは、これも SDGs だ、と言っていました。でも、SDGs が大切なことはわかりますが、僕たち一人一人が、実際に何をしたらいいのかわかりません。教えてください。はい、ありがとうございます。これはね、冒頭に、食ロスゼロレンジャーということで、兄弟の皆様からも少し提案もございましたが、ぜひ、今日のお話も受けまして、もし漏れ落ちているような視点とか、これをおすすめだとか、いうことも含めてございましたらいただきたいなと思います。で、ですね、ちょっと続けてしまいます。もうこれが最後のセッションになるかと思いますので、合わせてですね、先ほどから登場いただいてます前田光大君の方からは、まあ、食欲発生、何が原因で、どういうふうに解決していきたいと考えておられますか、まあ、逆に言うとどういうふうに考えたらいいでしょうかという質問かと思いますし、あと坂本さんにちょっとお発言いただこうと思いますが、類似のご質問をいただいております。これをもってですね、ちょっと最後の、まあ、回答ということで、皆様へ の聞いていただきました若い世代の皆様へ のメッセージも兼ねて、最後ことずつ言いますか、お答えいただきたいなと思います。坂本さん、今、発言可能でしょうか。はい、はい、この質問でもちょっと足してもらっても結構ですので、ご質問お願いできますか。いろいろイベントに食品ロスの Zoom のミーティングとかに参加してたりするんですけど、それでなんかよく食べ過ぎて太ってる人が11億人だったかなと、あんまり食べられなくて痩せ過ぎてる人が19億人ぐらいいるっていう話を聞いて、どうにかしてあげたいなとは思ってるんですけど、私はまあまあ食品ロスについては気をつけてるかなって思ってて、それでもなかなか減らないから、どうして食品ロスの対策は進まないのかなと。
はい、ありがとうございます。そういう意味ではこう総合しますと本当に、まあ、一人一人の行動ということと、まあ、それをどうやって広げるかという問題に行き着くのかなと思います。このあたりぜひ最後のメッセージも込めまして、それぞれから頂戴できればと思います。それではどうしましょうかね。節子さんお願いしてもいいでしょうか。はい、そうしましたらね、私のパワーポイントの資料の食品ロスの原因っていうのを少し共有していただきたいなと思うんですけれども、でそれぞれの方のそれぞれの答えにぴったりと当てはまるかどうかはちょっとやはりわからないんですけれども、私が日頃から常々自分でも心がけているし、こういうことが若い人も大人も一人一人が心がけていけばいいんじゃないかな、それが SDGs につながるんじゃないかなっていうことがあります。でそれは家庭で出てくるその食品ロスということを、まあ、できるだけ減らしていくっていうのが、まあ、一番みんなにとって身近だと思うんですね。でこれは過剰除去っていうのがとっても一つ大きな問題で、いわゆるその皮を剥くとか根っこを切り落とすとか、そういう部分を切り落としすぎるっていうんですかね、本当は食べられる部分なのに、それを食べられないものとして思い込んで、捨ててしまっているっていうことがあると思います。で家庭系食品のロスっていうのは276万トンあるそうでして、でそのうち、その過剰除去というのは57万トン、これ全体の 20.7% に当たるっていうことなんですね。でそれで私も料理教室でお料理を教える中で、例えばおネギをね、切ってくださいって言ったらば、皆さんどっからおネギを切らはるかっていうと、ちょっとハサミ出しますけど、ここから、わかります?この辺から根っこだと思ってみんなバサンと切るんです。でだけれども、本当はこの根っこのここって、いわゆるそのおネギの球根なんですよね。で、チューリップでも何でも、球根から栄養でお花が咲きますね。それと一緒で、ここ本当はとっても美味しいところなんです。で、この、まあ、ちょっとこの本当にゴミとして、まあ、なんとか我慢して捨てようかなっていうのは、いわゆるこの本当にこのひげ根のところありますね。この本当にこの、もしゃもしゃって出ているこの根っこの、ここが根っこなんです。ですから、もう本当にここだけの部分を落としてくださいね、ということを言いますのと、あとはこういう葉野菜ですね、ほうれん草なんかでも、根っこを切ってくださいって言いますと、皆さん、こんなあたりからバサッと切って、こっちからこっちはもう一刀両断、今までほうれん草って言われてたものが、一瞬でこっちはゴミというものの、ね、名前に変わってしまうんです。でもやっぱりここも何も捨てなくてはならない部分ではないんです。食べられるんです。で特にこのほうれん草の赤い根っこのところ甘みも多くって美味しいですので、本当にさっきのネギと一緒にこう細くなってて、どうもその糸くずみたいな感じではない部分から食べられるものとして考えてください。それ でこうして仮に切ったとしましても、ここはですね、今ちょっと今日ハサミでやりますけれども、こういうふうに包丁などで、少しこういうふうに割りますとね、ちっちゃくなって火通りも良くなって十分食べられるものなんです、部分なんですね。ですからそういうふうに本当に食べられるところを捨てなきゃいけないのかどうなのかっていう、それ本当に基本的なお料理の基本ですね。そういうことを一つ一つ皆さんには知っていただきたいです。で、まあ、もうちょっと時間もなくなってきてるんですけど、例えばじゃがいもなんかでも、生のままを、ピーラーで剥くよりも、これ蒸したものですね、これまあ電子レンジでもいいんですけれども、蒸しますとね、皮が本当にこう薄くだけ、本当に皮だけがピローンって剥けます。で実際にね、その生の食べられる部分、皮だと思って
落としているところもですね、実は本当に食べられる部分がいっぱい削り落とされてます。ですから、その下ごしらえもですね、生のまんまこうビャッと剥いてしまうのか、少し加熱した方が、食べられる部分というのに無駄がなくなるなっていうような、そういう下ごしらえの、まあ、順序といいますかね、いかに無駄を出さなくて、それこそ先ほどから再三をお話が出ているじゃがいもだって、じゃがいもの、もともとですよね、親ですから本当に命なんですよね。だからそういうものをちょっとでも大事に、もったいないな、これ捨ててしまうのももったいないなっていう、そういう言葉をちょっと思い出しながら、つぶやきながら毎日、過ごしていただきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。本当におネギにほうれん草に揃えていただきましてすごくありがとうございました。ありがとうございます。はい、では次、牧野理事長お願いできますでしょうか。じゃあ一言だけ、今日のゲストの皆さん、本当にこういう方ばっかりだと多分世の中大丈夫かなと思うんですけど、京都市のSDGs の市長が何か取り組んでいただいて、頑張っていただいて、本当に自分たちにもやっぱりもったいないなと杉本さんに言われた言葉を、いろんな命の循環ね、その SDGs の、まあ、意味と全く一緒だけど、日本にもともとそういうのがあるんで、輪廻の循環をちゃんと守って、再生しているようにしないといけないなと。本日は本当にいろんなご意見ありがとうございます。飲食店の方も心を引き締めて頑張りますので、よろしくありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではですね、環境省土井さん、ぜひ、若い皆様へのメッセージも含めてお願いできますでしょうか。はい、今日はどうもありがとうございました。まず SDGs、どういうふうにやっていけばいいかっていうご質問ですが、お父さんと一緒に、ゴミ拾いをした、あとはその お家で子ども食堂をされているというお話でありますので、例えば子ども食堂が SDGs の17のゴールにどういうふうに関係するのかというのを、ノートに書き出してみるということから始めてはどうでしょうか。私が思いつく限りでも多分この17すべてに貢献できる取り組みだと思いますので、それがどういうふうにこう関係しているのか、その活動が貢献しているのかということをまず書いてみるというのも重要だというふうに思います。もう一つがその食ロス対策がなかなか進まないというお話がありました。確かに、ものすごい、数の人たちが困ってたり、逆に、肥満で困ってたりということがあるわけなんですけども、その人たちも結局はその自分と例えば親、自分と兄弟、自分と友達っていう関係を持ってるはずです。でその人たちを例えば説得できないとなると、世界中の何億人の人も説得できないということになりますので、例えば自分の友達だとか兄弟、親御さんに、じゃあ賞味期限切れに近いものをどういうふうにこう説得して食べてもらえるか、買ってもらえるかっていうのをやってみる、どういうセリフで説得できるかっていうのをやってみるっていうのも第一歩かと思いますので、そこで一人でも二人でも、じゃあ賞味期限あんまり気にしないで買ってみようっていうふうになれば、これは世界が変わる可能性がありますので、どういうセリフでそれを説得するかっていうのを頭を、ひねってみるっていうのも一つのやり方かなというふうに思います。私からは以上です。はい、ありがとうございます。それでは、最後、締めも兼ねまして、田中市長からお願いいたします。はい、ありがとうございます。超 SDGs、コンソーシアム浅利先生はじめ皆さんありがとうございます。そして何よりも、若い方々がこれだけ真剣に考えていただいている、そして疑問を持ち、そして行動しようとされていることに本当に、牧野さん言われたけど、先は大丈夫だなと、こういう人ばっかしだったなとこう思います。同時に厳しさもあります。SDGs、 本当に自然を大事にする、使い捨てにしない、人間を大事にする、
これが原点じゃないかなとこういうのを思いますので、まさにもう今行動しておられると思うんですけどね、土井さんもおっしゃったけど、いっぺん書き出すのも一つの方法かもしれませんね。いっぱいいっぱいある、マイバッグもペットマイボトルもいろんなことがあると思いますので、よろしくお願いしたいと思ってます。そして食品ロス、これもね、京都はね、かつて、9.6 万トンの食品ロスがあった。全国で一番先に食品ロスを半減しようということで、今 6.1 万トンにまで、それを2030年、SDGs の達成年度半減ということを SDGs では目標にしてないけど、それを超えて 4.6 万トンまで減らそうということを、これは根拠のある目標です。みんなが頑張ればできる、こういうことをやってきた。とりわけ、皆さんがこう家庭の中で、頑張っていただく、学校で地域社会で頑張っていただく、必ずできると思うし、またそれを達成しなければならない。この食品ロスっていうのが本当に、これは今も飢えておられる方がおられる、ご飯食べられへん人がやる、そういう人の助けることにもなるということで、ともどもに、頑張っていきたいなと。食品ロスという毎日毎日の生活の中で、もう大人も子どもも、みんなが直面する課題、これに視点を当てていただいたら本当に嬉しいですし、ともどもに頑張っていきたいな、このように思います。ありがとうございます。お世話になります。はい、ありがとうございました。上川君、本当にお父さんの取り組みはもう SDGs そのものだと思いますので、しっかり背中を見て、ぜひつないでいっていただきたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。お父さんによろしく。はい、皆様本当にありがとうございました。子どもの日ですけれども、逆にこうやって質問してくれた子どもの皆さんから、私たちがなんかプレゼントをもらったような気持ちがしております。気を引き締めて、引き続き誰一人取り残さないように頑張っていきたいなと思います。視聴していただいた皆様も本当にありがとうございました。最後ですね、今日食ロスゼロレンジャー、先輩レンジャー、たくさん登場いただきましたが、もっともっと広げていこうということで、エコールド兄弟のメンバーから、少しご説明がありますので、西本さんたちお願いできますでしょうか。はい。はい、本日はありがとうございました。たくさんの質問があって、すごいたくさんの質問があって、本当にいろんな視点を持って皆さん生活して いるんだなと心強く思いました。で、私たちがそのウェブで発表しているのが5つのレスキューミッションというものがあります。こちらにあるような内容をレスキューミッションとして提示してあります。こちらのミッションを達成して、レスキューレポートを書いてもらいたいなと思っております。詳しくはウェブの方を見ていただけると嬉しいのですが、賞味期限を理解して美味しく食べきるなど、家庭で実践できることたくさんあります。これを実践して、ぜひぜひ、ミッション達成しましたよと、私たちに教えてください。たくさんの応募を待ってます。はい、よろしくお願いいたします。すでにね、かわいいレポートたくさん来ておりますけれども、はい、続々と、全国から集まることを楽しみにしております。それでは長く、お付き合いいただきましてありがとうございました。取り組みはまさにこれからというところもたくさんございますが、いいキックオフになったのではないかなと思います。改めましてご登壇いただいた皆様に大変感謝をして、拍手で締めさせていただきたいと思います。ありがとうございます。